有数念仏演技絵巻、有数念仏演技は日本の絵巻物。平安時代後期に有数念仏集を起こした両人の自責並びに念仏の苦毒について説いた説話を描いた上下二巻の絵巻物である。作者や制作地は不明であり、原本となった絵巻物は現存しない。しかし、クリーブランド美術館本他書本の下巻を奥書きに、 昭和第三歴中冬上旬後期のあることから、鎌倉時代末の昭和三年に成立したと推定される。有数年物肝心の具として、江戸時代までに多くの書本が制作され、現在は模本を含めて30本ほどが確認されている。その多くは、英徳応衛年間にかけて幼稚が日本全国に肝心する目的で制作された百0 0予言の肉質本と、 その後内容を再構成して、明徳二年に半本化したものとその経譜に連なる書本である。有数念仏の祖としての両人伝は、絵巻成立以前に、鎌倉時代の説話集、古今著文集や仏教書、原稿尺書などに収められていたが、本絵巻が制作されることによってその辞席が広く描かれていったとみられる。有数念仏縁技絵巻鹿語美術館本上館。 第二弾阿弥陀如来次元の段、有数念仏縁技絵巻は上下2巻からなり、複数の段で構成されている。他の絵巻と同様に、各段は言葉書きを記し次に、それに伴う絵を描く。段構成は、書本で異なるため、研究者は以下のように各段に表題を不死比較検討している。鎌倉時代から江戸時代までに制作された、有数念仏演絵巻の書本は、 言葉書きや断構成などから以下のような分類案が示されている。一覧表の上から下に向かって制作年代が新しくなる。昭和3年成立の原本を出発点とし古い様式をした時期に新たな段の負荷、断構成の再編への内容変更などを行いながら新たな書本が制作されていった。現在、原本に 最も近い作品とされてこの系統に分類されているものは、シカゴ美術館、クリーブランド美術館本である。現状は、上巻が第一弾、第二弾、第三弾、第四弾、第五弾の順に展開するが、第五弾の絵のみ書店初心の名超加入両人の、クラマデラ三郎の順につなげちょうだいな、一場面としている。下巻は、現状が第一弾、第二弾、第三弾、第四弾、 第5弾、第6弾、第7弾、絵のみ第8弾、第9弾、第10弾、第11弾、昭和3年奥書きの、順で、の一弾との言葉書きを書く。現状は、修復による作家が認められ、紙継ぎの状態と、模本から本来は昭和3年奥書きの、順であったことが分かっている。東京国立博物館に本絵巻の絵のみを写した、模本が所蔵されている。また、大阪、 大念仏寺に所蔵されている言葉書きのみの上下巻の写本が本絵巻を移したものではないかと推測されている。シカゴ美術館本上巻第五段、両人の倉間寺三郎の段シカゴ美術館本上巻第五段、書店初心の那長加入の段両陳らによって制作されたもので、木版印刷によって制作された。明徳年間に刊行されたことから、明徳半本と呼ばれている。 多数の僧侶や皇族、貴族による式語が収録されている。広大に制作された絵巻物の中にはこの半本を手本に描かれたものも存在する。また、江戸時代になって西梁寺肖像の絵巻物の内容を写し、半本とした、京和半本もある。江戸時代前期の画家、墨吉具慶による絵巻物、元三大師縁起絵巻には、本絵巻から図用を転用して使っている箇所などが、 見られている。ありがとうございます。